おうあの店に来たなまあそこに腰掛けて、ゆっくり選んでいくといいさ人と出会うのも一期一会物を買うのも一期一会後悔のないように選んでいくがいいおっと、すまん。物思いにふけっていた。<laughs> いや、戦利品の分割は、 ペルディッカスがうるさくてな。鳥出の攻略で工事をするときなんぞ、酒の配分で秘書官としょっちゅう争ってたもんさ。持ってけ持ってけ旅の出会いは良い出会いってなこいつだな。うん、悪くない。 昔はペルシェやエジプトのあちこちで拾い物をしたもんさ。いいもん選ぶじゃないか。ついでにもう一つどうだなんだまたやってきたのか。このショップももう店じまい。昼と夜と黄昏の旅も終わりだが。さて、夢のかけらぐらいは残していってやろうか。 飽きない奴だな。もう店は閉じるつもりだったが、わざわざやってきた客を手ぶらじゃ帰らせられねえ。さあ、好きなものを持って行きな。おうやってきたか。どうだ、兄ふさわしい店構えであろうよ。もう少し拡張したいのだが、なかなか損をいかなくてな。さて、お前の要望は何だ アイテム交換ショップ。我が無声音へよくぞ来た。さ好きなものを選ぶがいい。こういう店番をしていると、イスカンダルと一緒にこっそり屋台の店を出していたときのことを思い出す。お忍びというのに、すぐにあいつはイスカンダル印とか言い出してな。影武者も秘書官も血相を変えてやってきて、 屋台の品を買い占めようとしたものだがうんあれはなかなか愉快だったぞうんなかなかの目利きよなまああが揃えた品ゆえどれも一級品には違いない好きに使うがいいなるほどそれを買うか。 確かにお前の旅路には都合がよかろう。うん。遠慮なく持っていくがいい。これにするか。よいよい。心の赴くままに選ぶことがか容なのだ。旅の終わり。夢の名残のような場所によくやってきたな。悔いのないように購入していくがいい。 <laughs> なんだこの無声音にまだ心残りがあったかならば堪能していけあもう最後の時間を楽しんでおるらっしゃい安いよ安いよまっホンに安いかどうかはさっぱりだがお来たか俺が店員とはまた似合わんもんだな まあいいや。空カットカット店員役の俺が言うのもなんだけど、これ本当にいいものかいいのか。あ、そっか。お交換だな。空持って行きな。お代はいらねえよ。いや、すまん。やっぱいるわ。 交換だな。あれこれどこにあったっけ確か、この棚にまとめてぶち込んだような。<っ>悪いが、ちょっと待ってろ。ちょっとね。聖杯戦線、なんとかなったみたいだな。 お疲れさんっと。ま、あとはのんびり行こうや。それとも全力疾走するかどちらにしても交換を忘れるなよ。店じまいだよ。カラスが鳴いてあとはお別れってわけだ。んまだ交換してない。 なら、最後の五方向と行くか。うぅ、くったびれた。やっぱ俺は撃つ方が性に合ってるわ。ま、なかなか楽しかったのも事実だがな。やり残したことがあるなら、今のうちだぜ。